Bonjour! フランス、ナント在住ののりこです。今日はですね、皆さんに私の、カルチャーショック体験をお伝えしたいなと思います。これはね、フランスに住んでというよりかは、フランスに越してきて、いろんな外国人の方とお知り合いになったんですけども、その時の国が違うがゆえのこうびっくりしたことっていうのをお伝えしたいと思います。これはね、外国人あるあるだと思うんですけど、フランスに住んでもちろんフランス人のお友達もできるんですけど、やっぱり外国人はね、外国人の友達も多いんですよ。例えばフランス語を勉強するために語学スクールに夜間通ってた時に知り合った人たちとか、あとはこう外国人コミュニティっていうんですか、そういうので徐々に外国人のお友達が増えてて、なので私の場合、多分フランス人のお友達半分、外国人のお友達半分みたいな割合で友達がいるんですね。で、初めてフランスに越してきて、それ4年前なんですけどね。大学院に入る前1ヶ月間、ある大学が主催してる、その大学院留学生のためのフランス語講座っていうのがあったんですね。その夏期講習みたいな感じで。で、それを受けたんですよ。で、2ヶ月コース、1ヶ月コースみたいなのがあって、で、私は1ヶ月間そこに通ってたんですけど、そこでね、いろんな外国人の方がいて、で、何人いたかな？結構人数いたんですよ。多分ね、50人ぐらいいたと思うんですけど、その中でやっぱり多いのは中国人が一番多くて、多分3分の1ぐらいは中国人がいて、で、次に多かったのが、その南米から来た人たち、で、あとインドネシアの人もいっぱいいて、あとインド人も結構多かったですね。大体、この4つのグループが主にあって、あと私日本人1人とか、あとロシア人とか、ちょこちょこいてみたいな感じだったんですね。それで仲良くなったこの1人が南米出身で、それで私をキャンプに誘ってくれたんですね。今週末3連休だから、私は別の友達とキャンプを予定してるんだけど、のりこもどうって誘ってくれたんですね。でね、それがね、月曜日だったかな。それがね、週の初めだったんですね。月曜日だか火曜日だか忘れちゃったんですけど。で、その時私は週末に不確定な予定があったので、その時の返答として、もしかしたら予定入るかもしれないけど、明日には連絡するから、それでいい？って答えたんですね。で、わかったって言われて、それで翌日その子にやっぱりキャンプ行けることになったよって、返答して、そしたらその後しばらくして、その子からメールがバババって来たんですね。で、その時に何かやらなきゃいけない作業かなんかしてて、そのメール返せなかったんですよ。で、1時間ぐらいしてメール見たら、その子とその子のお友達が、その、キャンプ場に行くまでの交通手段を調べてて、でね、その場所っていうのがちょっと遠かったんですよ、なんとから。なんとからね、車で、3時間ぐらいのところでちょっと遠かったんですね。で、それでね、交通の便があまり良くなくて、行く手段としては、車しかなかったんですね。で、フランスって、ブラブラカーって言って、相乗りサイトがあるんですけど、それで、行くのが一番リーズナブルだったんですね。ブラブラカーの説明をすると、運転手さんがいて、その人は、この町からこの町まで自分は移動する。で、席が空いてるから、その席に乗りたい人を募る、アプリなんですよ。なので、ウーバーみたいにこうプロでやってるわけじゃなくて、その自分が長距離、中長距離でここからここまで移動するから、その空いてる席をシェアするっていうアプリなんですね。それで、その、南米出身の子が送ってくれたメールを見ると、ブラブラカーでキャンプ場に行くまでの手段を探したんだけど、その同じ車で、一緒に3人で乗れる車がなかったと。で、もう最大2人までのしか見つけられなかったと。直前だったんでね、結構多分2週間前とか3週間前とかに探してれば、多分3人一緒に乗れる
車を見つけられたと思うんですけど、まあ、結構直前だったので、まあ、2人分のしか見つからなかったと。で、まあ、そういうことだから私と友達のはもう取ったからもうキャンプ場で会いましょうってメールで書いてあって、でね、えっと思って、それがね多分フランス来て初めての多分カルチャーショックだったんじゃないかなと思います、今思い起こすとね。まあ、多分彼女は相談したかったのかもしれないんですけど、多分その1時間の間私が多分返信できてなくて、まあ、その間に彼女と友達はもう早くしないと車なくなっちゃうよ、もう予約しようって言って撮ったんだと思いますけど、もう私からしたら誘った手前現地集合なのっていうのがありましたね。なのでね、その時に一瞬ねやっぱキャンセルしようかなと思ったんですけど、まあ、結局ね行きました。一人で私も一人でブラブラカーで一人の席予約して現地で会いました。でね、この話をいつかそのパートナーに昔こういうことがあってねって話したんですよ。もうありえなくないみたいな話でね、私の価値観で言うと、まあ、誘った手前面倒見るじゃないですけど、まあなんかこうもうちょっとこうね一緒になんかやってくれてもいいかなって思っちゃったんですけど、まあ、それとね、私はその当時その国際免許証が有効だったので、もっとちゃんと相談してくれれば、まあ、一緒に車借りて行くこともできたし、もっといろんな選択肢があったのに、その直前にバッて決めてもうこうだからって言われてっていう話をパートナーにしたら、そしたらパートナーは、まあ、もしそういうことだったら、まあ、あっちが一回ブラブラカー予約したにしても、私運転免許証あるからそのブラブラカーキャンセルして、まあ、一緒に車借りて行こうよってもう一回提案し直すよって言われて、はあ、そうか、そういう考え方もあるんだなって思いました。でもね、多分日本人あるあるなのかな、もうこうだからって言われるとなんかもう、あ、そうなんだ、じゃあしょうがないなって思っちゃって、その時は何も提案できずに、まあ、そのままね現地で集合して、まあ、帰りはね一緒に帰ってこれたんですけど、っていうことがねありました。まあ、南米ってやっぱりこう日本のこう裏側じゃないですか。だからなんか全然違うなってすごい思いましたね。でね、これ以外にもそのコミュニケーションでびっくりしたことがあって、夏季講習の間にその近くに、ね、大きな公園があったんですよ。で、大きな公園があって、私はそこでよくジョギングをしてたんですね。ジョギングをしてたら、その夏季講習を一緒に撮ってるある男の子が、その人も南米出身だったんですけど、その子が、あ、のりこジョギングするの、俺もジョギングよくするんだよねって言って、あ、じゃあ今度一緒にジョギングしようよって言ったんですね。で、私はまあもちろんじゃあ今度一緒にしようっていう話をしてて、で、ある日の日曜日のお昼ぐらいかな、日曜日のお昼ぐらいに、まあ、学生寮にね1ヶ月住んでたんで、その時ね、で、まあ、その彼も学生寮に住んでて、お昼ばったり寮内で会ったんですね。で、その時に、あ、のりこよかったら今日の夕方一緒にジョギングしないって言われて、あ、いいよいいよ、じゃあ夕方一緒にジョギングしようって言って、じゃあ後でメッセージ送るねって言われたんですよ。あ、分かったって言ってその場で別れて、で、夕方になって、いくら待ってもメッセージは来ないんですね。で、まあ、誘われた手前、なんか自分からメッセージ送るのもうーんと思って、メッセージ私も送らずにいて、まあ、その日はそれで何も連絡がないまま終わって、で、次の日かな、数日後かな、会った時に、メールを送るって言って、待ってたのに全然送ってくれなかったねって言ったら、え？って言われて、え、だってのりこも送ってくれなかったじゃんって言われたんですね。まあ、要は多分ね、これ国によっていろいろ違うと思うんですけど、まあ、その辺の国の方の多分連絡の取り方っていうか約束の仕方って、口約束してもそれは確定じゃないんですよ。多分ね 50% ぐらいなので、直前になってもう一回メールのやり取りをして確定するんですね。だからお昼私が口約束で、あ、じゃあ今日夕方ジョギングしようね、後でメールを送るねって言っても、その人たちは直前の気分によってまた予定が変わるから、直前になってどうする、行けるみたいなのを送って、あ、行ける行ける、じゃあ行こうって言って初めてそこでね 90% とか 100% ぐらいになるんですよ。私はその感じを知らなかったから別に
まあ、日本だったらお昼に会って約束して夕方の予定を立てたら大体実行されるじゃないですか。だって3時間後4時間後ですよ。だけどあのね、あのラテンの国って一括りにしていいのかな、まあそのまあ、なんだけどその、まあ、南米出身のその人たちの感じだと直前なんないと、ね、予定は決まんないんですよ。だから直前に連絡して初めて確約されるから、その辺の違いをすごい痛感しましたね。でね、あのフランスの人はそこまでじゃないです。あの多分日本とその南米の人って、まあ、南米って一括りにしていいか分かんないけどね、もう私の中では大体こうカテゴリー一緒なんで、まあ、まあ日本人と南米の人たちの、まあ、間のちょっと南米寄りにいる感じかなと思ってて、例えばね何かまあ、2週間後とか1週間後とかに、あ、じゃあこの日お茶しよう、この日ご飯しようって約束したとすると、前日に必ずほとんどの人がメールくれます。明日のことだけど予定通りで大丈夫って連絡くれる人が多いです。だからこっちの人もやっぱり直前にやっぱ物事決まるっていうのが多いですね。私にとってはフランスの人たちよりもその南米の人たちの方が私はすごく、あ、全然違うってね、まあ、もちろんフランスの人も全然違うんですけど、こう本当に違うってね思いますね。まあ、いいか悪いか別として、あ、違うなって感じることが多かったです。はい、ということで今日はカルチャーショックコミュニケーション編をお送りしました。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。アビアントー。